ち、分かってる。チヨネーが決めたことさ。アシュラマルの一派に加わったのだって。だから今回も。あのチャタンナキリさんにも。ああ、恨めしい恨めしい恨めしい。破壊する破壊する破壊する。私の代わりにお兄様の思いを受け取る三剣を。折れる。こっちだよチャタンナキリ。速さまで桁違いなんて。クワナゴ、行きます。ダメ。お、鬼丸さん。あなた一人で突っ込んでもあの二人と同じ結果になる。私が一瞬だけ隙を作るから。そこで兄様はクワナゴの力を引き上げて。多分。でも二度は無理。戻ってこれなくなる可能性がある。できれば私が切りたかったけど仕方がないからあなたに任せる。鬼丸さん。切りたくて切りたくて仕方なくなる邪気を封じているこの眼帯。こんなものがないと生きられない。私のような剣はきっと生まれない方がいい。一騎当選。邪気解放。その姿私と同じ。一瞬だけ。心までは闇に染めさせない。手を。チャタンナキリさん。未熟者の分際で。私を切るんですか。主がいて仲間もいる幸せすぎるあなたが。主もいない人にも避けられ続けた不幸すぎる私を。あっ、私は。何をしている。早く刀を。悪いのはこの目牛の方ですよお兄様。砕く砕く砕く。御霊を増幅させていたせいかしぶといですが。消す消す消す。首をはねてしまえば苦しむこともなくいけますね。そんなことしたらナーキーは本当に妖刀呼ばわりされてしまうさ。ここはチガネーたちに任せて今のうちに体勢立て直すさ。おお、貴様。ワンはフリムンだからナーキーに何が起こってるかよくわからないさ。ヤシガ、ナーキーがいつもと違っているのはわかる。今からワンの剣は妹を救うための。